日本埼玉県桶川市若宮若宮は埼玉県桶川市の町名。現行行政地名は、若宮1丁目及び、若宮2丁目。住居表示実施済み。郵便番号は363-0022。埼玉県東部で、桶川市南部の大宮第一条に位置する。北は泉、西は鴨川、南は朝日、上尾市の井戸木。 東は南、ことぶきに隣接している。また線路と道路の交差する地点の対角線上に、西と新名がある。市内の大技川忠にも、障子として、は神谷が存在する。一丁目は、計画的な大規模開発が行われたが、二丁目は一戸建ての、住宅が密集した、住宅地となっている。住宅地の地下は、2013年7月1日に、 公表された埼玉県の地下調査によれば、若宮2の10の5の地点で13万3000円、平方メートルとなっている。それまでの大技桶川、大技、町屋の内高崎線の西側、伊調通りより、南、富士見通りより、北の区域と、当該区域内に入り組んだ桶川町の大技、井戸木の一部について、住居表示による、地盤整理を実施して新たに作られた。 町名は、中前の大技桶川の小技である若宮及び若宮南に由来する。若宮の北側にあたる一丁目一帯は三井正規工業桶川工場を中心とした工業地域であったが、1981年に三井正規工業桶川工場が、引き群川島町に移転し、工場跡地について、区画整理を実施して、再開発が行われた。 駅西口ロータリーの整備、住宅、都市整備公団による団地の建設、駅西口公園の整備、東部ストア、桶川マインをキーテナントとした大型商業施設の建設が相次いで行われ、市の中心市街地及び住宅地となった。その後、駅西口公園に隣接し、県立文学館予定地として残されていた一角に、 県立文学館及び市民ホールが建設され、予備用地とされ開発が遅れていた欅通り南側についても、住宅、都市整備公団による高層マンション及び店舗が建設された。1995年にはことぶき一丁目から移転した周廃普通郵便局である桶川郵便局が設置された。再開発以前から存在した国鉄の変電所は残された。 1999年10月26日午後0時53分頃、若宮一丁目の路上で、当時や富女子大学文学部国文化の2年生が殺傷されるストーカー殺人事件が発生した。この事件が、ストーカー規制法制定の理由の一つになったと言われている。2017年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に国道及び主要地方道、一般県道は通っていない。駅前に位置するため多数の商業施設が立地する。ありがとうございます。